株式会社岐阜タンメン BBC とは愛知県一宮市に本社を置く企業。愛知県、岐阜県で博多ラーメンバリバリの木岐阜タンメンを運営している。岐阜市内に本店を置き17店舗を展開する岐阜タンメンは2009年4月に愛知県稲沢市に屋台で出店したタンメン専門店板屋を起源とする。しかし当時東海地方には タンメンの文化がなく、加えて屋台であったことから、客足も伸びなかった。閉店も視野に入れつつ、最後の望みにと2010年2月に、岐阜市に店舗型の元祖タンメン屋を出店すると人気となり、その後稲沢市の板屋存続危機に際して、岐阜県からはるばる来店してくれた恩義から感謝を込めて、すべての店名を岐阜タンメンに変更した経緯がある。 岐阜丹面稲沢、板屋店と名前を変えた同店舗は2020年8月31日に周辺道路の拡幅工事に伴って閉店した。AB、岐阜愛知に展開。中毒者続出の新名物 B 級グルメ、岐阜丹メ LINE ントラベル。2020年10月12日閲覧。ABC、岐阜丹ン岐阜本店。本店の旅。 2020年10月12日閲覧。稲沢の寄付短面1号店、8月末閉店、聖地をしみ連日行列。中日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ1097242020年10月12日閲覧。ありがとうございます。